ははははいいおはようございますすここんんんにちはこんばんはサンロードの花園ですえそれでは2023年の10月の31日ですね、ポッドキャスト始めていいこううと思いますで、ね、もう10月も本日で終わり、ま今日はハロウィンンということでね、この前の日曜日はですね、お店であの顔なしですね、「千と千尋」に出てくる顔なしのコスプレーいたしまして、お店にね、ずっと出てて、まあ、隣イオンさんなんですけども、イオンさんの店内もね、回ったりとかしてたんですけどもね。 ね、ね、o u t u b e にもアップしましたけれども、あの書店の、ね、店長さん、ちょっと驚かしてみたんですけどもね、あれねあの、ちょっと画像、映像には映ってないんですけども、あの前にですね店長も気づかれてて、挨拶してたんですよね。おはようございますみたいな感じでね、で、入られて、自分が動き出して、びっくりしたって感じなんですけどもね。 ねえもう分かっててもねそんなびっくりされてたって感じでねやっぱりそんな方々お客様も含めて結構多かったですねまあ、動いてる姿が怖いとか結構 <laughs> 言われましたね。<laughs> はい ねえって感じで、まあ、確かにそれ見たら怖いよなって感じをいたしますよね。でねほんとちっちゃい子供たちとかねもうか泣く子もいたしもう走ってねばーって逃げる男の子もいたりしてね、まあ、親御さんもねめっちゃ笑っておりましたけどもね,ねでもねほんと子供たちもね喜んでくれて、ね、タッチしてくれる子もいたりねほんと顔は引きずってるんですけどもタッチしてくれたりとかねめっちゃ楽しかったですね。 ねえあとは、ね、もう子供さんだけじゃなくてご、ね、年配の方も、ね、結構、笑顔になられて良、ね、かったなって感じですね。ってことでハロウィン楽しかったな <laughs> ね、あのーね、でイオンさんの方でそでハロウィンパレード、仮装した子どもたちと一緒に、ね、店内をぐるぐる回ったんですけども,、ね、あれも結構れも面白かったですねまた来年もね。 顔なししようかな <laughs> って感じで、はいえー、本日はですねご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたですバイバイ